はい、どうも、お茶です。本当は今日ローテーション的にはね、回なんですけど、せっかく真のアドバイスをね、いろいろいただいたんで、せっかくね、ちょっとはい、すいません、話まとまってないですけど、今日は真を使っていこうと思います。はい。あー、これ財産相手いないパターンだなー。はい、ということで見つかりました。18代の方ですね。よろしくお願いします。さあ、回が来ました。わー、めっちゃ、この方、ランクアップマッチクサイズ、あ、違ったわ。1373戦ぐらいしましたね。さあ、これあれじゃない、カラーの色同じじゃない。マジ前パン出なかったんだけど。あー、ダメだ、ジャンプしてくることが分かった。ちょっミスったくさいな、今の。あ、無理か。あ、投げられて死んだ。まあ、分かった、大丈夫大丈夫。ちょっとでもこういうなんか、なんだろうな、あのジャンプしてくるような方はね、ちょっとやりづらいっていうのが俺のあれなんですよね、言い訳です。最近ダストからのこのコンボ失敗するんだよな。あ、成功したけど、もうちょっとサメピークつなげれたけど、まあでもいいや。ちょっと失敗怖いから、これ殺しきりじゃないから、これ見えないよね、わかる。ほんと上り JD 見えないっすよね。これね、エルクがジャンプする隙負けるんですよね。あー、なんかジャンプに化けた。 FD 貼らないとジャンプに化けるんだよな。おうおう、これタメピークコーンいけたな多分。まあいいや、これなんかエルク来そう。エルクじゃなくて FD、 バッ、回に得るかねえや。あ、やった、あ、やったやった。これがあるとまずいんだよな。切り返しに使っていこうか、もうゲージ。うわー、タチピータイプだぞ。おら、オッケー、殺しきり。正直届くか微妙な距離だった。さあ、相手の連勝止めていきます。非常に気持ちいい。ランクアップマッチとかね、ランクダウンマッチだとね、すごい気持ちいい。やべ、金盤になったこれ。よし、なんかね、ベイパー使ってきそう。あれ、ファジージャンプ臭いな。全然エルクじゃなくてセバ使ってこないな。セバ使ってきてくれる方の方いいんだよな。最近俺セバマジガードできるんで。マジ、ヒット確認ちゃんとできればな。何回か勝ってる場面あったんだよ今。あれ、ごめん。なんか勝てそうだな、この方には。何やってんの。あべ、でもこれ多分受け身取れる高さ。オッケー、あった、あった。これも多分受け身取れる高さ。あ、取れない。リバーサエルクが出ないだと。あ、もう、やった、ほんと俺、もう、ポンコツだな。ここ今、赤あったら、赤ゲージあったら、キャンキャン。すかしゲーダンに、ここね、気をつけるのがセバ。やってこない。
うわマジでちょっと今のはバッチすぎたかな。もうちょっとこういう場面でこそ落ち着く、大事。足払いに負けんのかい。いやーフォーク出なかった、フォーク出ない。さあバックセコンド入れるようになってきましたね。うわー負けた。エルクはねあのディッパーに負けるんで、てか多分ディッパーに勝てる技は 2S しかないんで、このキャラこれ当たったなダメだな。ちょっと距離を置きたいバックステとかがねすごい手癖になってるんですよね。何回も直そう直そう言ってんですけど、やっぱ手癖っていうのは簡単に直らないですからね。うん困ったもんだ。さあおそらくあれ、あ分かってたのに、しっかり最終段直撃からの、あもうダメだ、これも手癖になってる。あひどい、今のクソバースト、今のゴミムーブが3回入りましたね。これ強いんだよな JHS 地味にな、先端でやられるとすごい。なんで肉食えないの。あー前パン対空、よしよし、ほぼバッチ今のも。ダメだ、なんでこれジャンプしてる相手にエルクで突っ込んでいくのバカだろ本当に。いや今のバカすぎる。あーもう手癖ほんとひどい。あれだな、空中、空中ビーク先端当てとかブルバッシュとか。鳥かごだなすごく。暴れる、あー読んでたんだけどな、枯れなかった。あ死ぬ、まだ死なない。いやーマジか、全然まだある。このゲームはここからも逆転できる。惜しい、オッケー。まあ、こんな感じでね、このゲームは全然逆転できるゲームなんで諦めないで頑張ります。で足払いに毎回引っかかってるから、よしダメだな。あーダメだー、もう何読み負けてるって感じですかね今のね。スタンをね、スタン読み、あもうダメ、クソバーストマジで。あダメだ、ひで、今回はあれですね、もう一番悪いのは手癖、手癖とバーストですね。ということで、今回の動画ねこんな感じになりました。でもまあ18段にね多分一勝できたから、まあ多分ランクアップに近づいてはないか、まああんま変わらないぐらいですかね。ということで、はい、動画切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。